失礼ですが、お名前は何ですか？失礼ですが、お名前は何ですか？皆さんこんにちは、ヒロです。実は皆さんにご報告があります。皆さんのおかげで YouTube のチャンネル登録が1万人も超えました。本当にありがとうございます。これからも頑張るので応援よろしくお願いしますね。皆さんの多くの人が悩んでいる日本語の発音、日本語にはそれほど多くの発音はありませんが、中にはベトナム語にはない発音があるんですね。だからそれが発音できなくて悩んでいる、そういった人たちも多いと思います。今日はベトナムの人が特に間違いやすい日本語の発音を皆さんに紹介したいと思います。僕のチャンネルでは日本や日本語のことについて紹介しています。もしも好きになってくれた方はチャンネル登録やコメントをお願いしますね。それでは早速始めましょう。この動画を見ている皆さんは今までいろんな発音の動画を見てきたと思います。それでもなかなか発音できるようにならない。なぜだと思いますか？これは僕が英語の勉強をしていた時に気づいたことなんですね。動画を見て自分で何度も発音の練習をするんですね。でもなかなかその発音ができないんです。なぜなら私たちの口の中の形というのは一人一人違うものなんですね。だから一つの方法で発音を勉強しようとしてもうまくいかないことが多いんです。発音を勉強するときに一番大事なこと、それは自分の声を録音しながら練習していくことなんですね。だからこのビデオを見ている皆さんも絶対に自分の声を録音してください。それをしないならいつまで経っても発音は上手にはなりませんよ。し、私はヒロです。よろしくお願いします。簡単そうに見えて実はすごく難しい C の発音、皆さんがよく間違えてしまう C の発音を2つ紹介します。一つ目がシ、もう一つがシ、シ。この二つは日本語のシの発音とは少し違うんですね。日本語学校ではシの発音を教えるとき SHI と教えますよね。でも日本語の SH の音と他の国の SH の音って全然違うものなんです。正しい発音はシ、間違った発音はシ、口の動きや音も全然違いますよね。今からシの発音をする時の大事なポイントを教えていきます。シの発音をする時、一番のポイントは歯なんですね。まずは軽く噛んでください。この時に大切なことは強く噛まないことです。強く噛んでしまうと空気が出ないので詩の発音が正しくできないんですね。軽く噛んだ後に空気を歯の横の隙間から出しましょう。このような音が出ると思います。これは舌の先ですね。ここは歯の下の部分です。いいですか？下の先を下の歯の付け根に当ててください。その状態で、シー、シー。そうすると、シーの発音ができるんですね。でも、気をつけないといけないことは、空気が横から強く出ているかどうかなんですね。だから、練習するときは、自分の手のひらを口の横に当てましょう。そして、シー、シー、シー。
このように練習してください。もしも正しい発音ができるなら、手のひらに強く空気が当たるはずです。よくある間違いが一つあるんですね。それは空気が前からたくさん出てしまうことなんです。こうなってしまうと音が C ではなくて数になってしまうんですね。だから十分に気をつけて練習していってください。 C の発音は日本語の発音の中でもとても大切なものなんですね。だからこれができるまで何度も何度も練習してください。そうすることで他の発音もできるようになっていきます。それでは練習していきましょう。私はヒロです。よろしくお願いします。シャーシューショ。次の発音はシャーシューショです。これもすごく難しいですよね。日本語を勉強する人たちの中ではサーとシャーの違いがわからない人もいます。あ、ヒロ君、写真撮ってくれる？写真。だからまずはこの音をしっかり区別できるようになりましょう。シャ、一番の違いは C から音が始まるんですね。まずは C の口の形を作ってください。その状態でやと発音してみましょう。や、これをどん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 早く繰り返していきます。しや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 、こうすることできちんとしたシャーの発音ができます。最初はなかなかうまくいかないと思いますが、何回も練習していってください。日本の子供も実はシャーの発音が苦手な子たちが多いです。でも多くの子供たちはこのしやしやという方法を使って練習しているんですね。だから皆さんも諦めずに頑張りましょう。しゅ、しゅのやり方も同じですね。まずはしの形を作りましょう。しゆ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 しゅ、こうすると種も発音できます。最後にしょ、しよ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 、これで完璧ですね。それでは一緒に練習していきましょう。しゃしんしゃしん写真。ひろくん、写真撮ってくれる？宿題、宿題、宿題。え、もうこんな時間？宿題終わらないよ。将来、将来、将来。ねえねえ、将来の夢って何？もちろん決まってるじゃん。世界一のお金持ちになること。じゃあ十女、おいくつですか？19歳です。この発音は本当に難しいですよね。ザーとジャ、ズーとジュ、ゾーとジョ、何が違うのか分かんない、そういう人たち多いと思います。ザーズーゾーは問題なく発音できる人たちが多いですよね。だからジャージュージョーを詳しく説明していきます。さっきと同じように一番大切なのは C の発音なんですね。もう一度 C の口を作ってください。そこで喉から音を出してジーと発音してみましょう。ジー、ジーを発音するときに舌の先が少しだけ動きます。これは人によって違うので
自分の正しい場所を探してください。 G の発音をするときに忘れてはいけないのが軽く噛むことなんですね。多くの人たちが間違えてしまうのが口を開けたまま発音しているからなんですね。気をつけて発音していきましょう。 G、G、これが発音できるようになったらさっきと同じようにやーを一緒に発音していきます。じーや、じーや、じ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 や、こうするとじゃの発音ができていきます。次はじゅ、じーゆ、じーゆ、じ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 ゆ、いいですね。次はじょ、じよ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 。大切なことは、Gの発音とヨの発音を混ぜることですよ。何回も練習して、ちゃんとした発音を手に入れましょうね。それでは、一緒に練習していきましょう。じゃーま、じゃーま、じゃま。おいおいおい、ちょっとどいて、どいて、どいて。ちょっと、ひろくん邪魔。19歳、19歳、19歳。おいくつですか？19歳です。上手、上手、上手。あいうえお。あー、日本語が上手になりたい。つ、失礼ですが、お名前は何ですか？最後の発音はつです。これは日本語を勉強するすべての人が悩む発音ですよね。本当に難しいです。日本語が上手なベトナムの人たちもつの発音を完璧にできる人はあまり多くないんですね。つの発音の間違いやすいポイントを2つ紹介します。一つ目が、舌の先が上顎についていることなんですね。キュッ、キュッ、キュッ。もう一つが、しっかり噛んでいることです。キュッ、キュッ、キュッ。こうすると、自然な角音は出ません。まずはリラックスしてください。そして、軽く噛んで、スの発音を作りましょう。この状態で舌の先を歯の裏側に強く当てます。つ、つ、つ。人によって当てる場所は違うので、どうやったらつの発音ができるのか自分で録音しながら探してください。僕の場合は歯並びがあまり良くないので歯の下の方に当たっているんですね。でも普通の人だったら大体上の歯に舌の先を当てて発音していきます。これは本当に人によって違います。自分で探しましょう。つ、つ、つ。それでは一緒に練習していきましょう。しつれい、しつれい、しつれい。失礼ですが、お名前は何ですか？今日は皆さんと一緒に特に間違いやすい日本語の発音を勉強しました。発音というのは一人一人違うものなんですね。だから自分の正しい発音を探していかないといけないんです。この動画を見て皆さんが今までできなかった発音ができるようになることを願っています。そしたら今日の動画はこれで終わりです。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバイ。